今日はこのドローンをご紹介します。エアジャガー HA1001 でもね、これスペイン語の可能性が高いんですよ。まあ、中国のメーカーなんですけど、これエアジャガーって書いてあるけど、スペイン語だとエルフガール、そういう発音になるらしいです。はい、まあその辺はちょっとよくわかんないです。このドローンのすごいところは、こういうあのスコープ、カメラで撮ってる風景をこのスコープで見ながら飛ばせる。ね。まあそれをね、FPV、ファーストパーソンビューのことを言う FPV。ね。まあ一人称、自分だけの視覚っていう、そういう感じらしいです。入ってるものはね、まずこのスコープね。これはね、スイッチ入れると、ギューンってこういう風な感じになって、そしてドローンに電池を入れて、接続をすると、こちらのね、横にチャンネルがあって、チャンネルをこう変えていくとね、どこかで、合います。ちょっとやってみようか。この底面の方にバッテリーをセット、そしてこの端子を挿します。こんな感じ。そうするとこうやってね、そこでこのチャンネルを こういう感じでね映るようになって。だからドローンがピューってこう飛ぶと、ドローンに乗ってるようなね、視覚で見ることができるっていうね。面白いかもしれない。で、この中に入ってるものは、このドローン。ね。カメラ付きのドローンと、このスコープ。そして、バッテリーが3つ付いてます。3つついてるので、だいたい1つ5分から7分くらい、そのぐらい飛行できるので、20分くらいの飛行ができるっていう、そんな感じです。充電するのはね、20分くらいです。充電するときはこのケーブルをね、 USB の方に接続して、この先をバッテリーの端子をこう入れてあげて、それで、これを USB にする。で、最初はね、バッテリー、使ってるバッテリー使うとね、ここが、何もつかない。で、充電が終わると、こういう風に、レッドランプが点灯するようになります。コントローラーは、これ。それと、付属に、入ってますね。この、ボディ。と、プラスチックの、この白い部分のボディと、あとはプロペラが4つ。そして、プロペラを外す工具に、プラスドライバーが入っています。もちろん、英語と日本語の説明書も、ついております。ね。まあ、そんな感じなんですけど、こいつのね、すごいところは、まあ、FPV って言って、さっき言ったように、こう、ビューで見ながら飛ばせるっていうことだよね。あとは、そうね、このカメラの解像度は、広角で、横の方向の本数が約1000本。TVL っていう。TVL っていうんですけど、まあ、1000本だから、ハイビジョン並み？ハイビジョン並みですね。1000本。重さは 20g。 その 20g のボディの中に6軸ジャイロセンサーが装備されています。なので非常に安定した飛行が可能なんですね。それともう一つはね、気圧センサーが入っている。気圧センサーが入っているということは、自動的に高度を維持してくれる、ね、そういう仕組みが入っています。こんな小さいボディの中にすごいね、6軸ジャイロセンサーに気圧センサーが入っていて、高度維持が可能であるね。自動でホバリングができるってことですね。
まあ、あとね、このコントローラーのボタンが、小さいボタンが8つ並んでます。こちらの4つはトリミングのボタンで、こちらは、一番最初の一番トップはワンキーリターンです。で、2番目がヘッドレスモード、飛行機を自分と同方向に向けてヘッドレスモードを押すと、いつもその自分と同じ方向でこう機体が動いてヘッドレス。そして3番目のこのボタンはワンキーで離陸したり着陸したり、このワンキーポッと押すとヒューってある一定の高さでホバリングします。で、ワンキーを押すと自動的に着陸します、ね、離陸着陸っていうのはちょっとね、やっぱり技術的にも難しい部分があるけど、ワンキーでできるっていうのはとても楽です。そして一番下のこの一番下のボタンは緊急停止ボタンです。だから緊急停止するっていうことは、何かやばいな危ないなっていう時に緊急停止して落とすっていうね。まあそれでもね、この機体はとても丈夫で軽いからね、壊れませんけど、まあ緊急停止は相当使うことだ。そして正面の右側の赤いボタン、この真ん中にあるのはボタンでも何でもあります。これはね、この右側のボタンは 3D フリップとして宙返り、これを押して右側のレバーを右にすると右側に宙返り、押して左側にすると左側に宙返り、押して前を向けると前に宙返り、そして左側のこの赤いボタン、これは1、2、3でスピードが低速、中速、高速ね、最初が低速だから、次1回押すと中速で、もう1回押すと高速で、ペアリングするときはね、ボディに端子を差し込みます。点滅。左レバーを上、下、これでジョイントします。ペアリングですね。ワンキーでリリース。こういう感じ。着陸成功。どうですかね、 AJ1001、 このゴーグルがついてるんで、結構このゴーグルをつけながらね、これで屋根の点検とか風のない日だったらできそうですね。ね、まあ操縦もね、ちょっとやれば結構簡単だしね、楽しめるんじゃないかと思いますよね。こう自分たちの目の届かないところを これを使って見るね、そんなのもありかな。はい、もしこの動画がいいなって思ってくれたらグッドボタン、
チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お会いしましょう。さよなら。